こんにちは。お久しぶりです。はい。ありがとうございました。前作がすごい伸びなんですよね。50万再生。50万再生しました。42ヶ月ちょっとですよ。もう言ったら。すごい。1ヶ月半かからずして50万再生しましたね。なんか動画が。リフレの動画も10万とか。やばいですね。一人1円払えばだって、はい、やばいじゃないですか。そうですね。1円、まあ、ただだから見るっていうのもあるでしょうけど。1円ならみんな払いますよ。確かにね、うん、1円ちょっとそういうビジネスもできるかもしれない。なぜかこのボーダーかぶりしたんですよ ね、はい、ね、なんかちょっと似た感じで、はい、たまたま会いましたね。どうですか今日の体調は。背中が、はい、なんか最近、はい、1年前より痛み出しました、はい、背中が痛み出しました。なんかちょっと、はいはい、痛いですね。背中痛いのは何かあるんですかね。何なんですかね。なんか思い出したかのように痛むんです。あ、調子悪いそうですね。そう、なんか体もジンマシンがこう出てきて、ね、はい、あらら、ちょっと、はい、50万再生の時のお腹とは違う。違う、ちょっと赤くなっちゃってますか。なんかブツブツ見えない程度でちょっと見せてもらってもいいですか。こっち、ここだけで、ここだけで。あー、これはかわいそうですね。そう、あらららら、ら、これ乾燥なんですかね。いや、どうなんですかね。痒いですか。痒いです。なんか寝ながらボリボリ。あ、でも寒冷ジンマシンって言って、はい、寒い時期に出るジンマシンもあるんですよね。そうなんですね。うん、なんかアトピーも悪化しちゃって。あ、本当だ。そうなんです。ストレスが多いんじゃないですか。間違いないです。ストレスあると結構皮膚に出るんですよ。うん、やっぱこうもう辛いぞっていうのを周囲にも分かるようにしてるという一説には。自分でもちょっと無理をしない、あんまりこう外出たくないとかになることによってちょっと体を守るというか心を守る。え、でも皮膚炎だと仕事休めないですよね。なんか熱とか出てほしいですよね、どっちかって。いや、でもなんか気周囲がやっぱこう、あ、結構なんか痒そうにしてるなとか、なんか赤くなっちゃってるとかなると、ちょっといじめないようにしようとか思うんじゃないですか。あ、どうなん。でも不潔説もなんか出てきません。あー、でもあ、逆に洗いすぎると肌って汚くなるんですよ。 あ、そうなんですか。うんうん、あのやっぱ保護膜というか皮脂があることによって肌にはこう常在菌とか皮脂があることによってバリアになってるから、まあなんかこう結構潔癖症の人とかって逆にすごい荒れてたりしますよ。あ、確かに手先がなんか、うん、そう、何回も洗ったりしてるともう皮脂とかやっぱ常在菌がいなくなっちゃうから、まあ不潔ではないないんじゃないですかね。ストレスとか、あ、まあ、うん、乾燥もまあやっぱりこう分泌が悪くなってるっていうことで、うん、ちゃんと寝れてなかったりとか、食事がやっぱりこうちゃんと消化吸収が悪くなっちゃってると出ますよね。内臓荒れたりとか皮膚荒れたりとか、うん、うん、そうなんですね。ちょっとお腹で、はい、かゆいんですもんね。はぁ、ソフトベリーソーナイスみたいな超いいぜみたいなコメントついてましたよ。はい、あ、本当ですか。はい、私なんか妊婦さんって書かれてるのだけ見ました。あ、本当ですか。あ、また妊婦さん見たいですみたいなありましたね。あ、まあまあ、妊婦じゃねえし。そう言ってるからっていうことでじゃないですか。ね、まあまあまあ、はい、いや、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。